心地よい滝の音、そして時折ですね、風に乗って冷たい空気がこちらまで届きまして、とっても気持ちいいです。いいですね、リフレッシュできますよ。今日はですね、玉川村にあるお筋ヶ滝に来ています。こちらはですね、日本の滝100選に選ばれている名所でして、阿武隈川で唯一の滝なんです。昨日の雨で水量が増しまして、とても迫力がありますよね。今日の玉川村はですね、日中の最高気温が 33.4 度まで上がったんです。この時間も結構蒸し暑いんですけれども、やはり滝はですね、見ているだけでも涼しさをもらえますよね。涼しい気持ちになります。さあ、そしてですね、先月28日からスタートしたのが光のお筋ヶ滝ライトアップなんです。日中だけではなく、夜もこの涼しげな滝を眺めることができます。今夜も暑いですからね。ではですね、それでは夜にタイムスリップ、いかがでしょうか。映えてますね。滝壺が柔らかい光で照らされて、神秘的な空間を演出しています。およそ100メートルもある川幅いっぱいに、水が漢字の乙の字の形をして流れ落ちることから名付けられたお筋ヶ滝。夜の闇に浮かび上がる滝は日中とは一味違った景観に。涼を求め、県の内外から多くの家族連れが訪れていました。さあ、そして今度はですね、滝のすぐ隣にあるお筋ヶ滝公園に移動してきました。こちらにはですね、色とりどりのスカイランタンおよそ350個が飾られていまして、幻想的な空間が広がっています。さあ、それではですね、観光物産協会の佐藤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このイベントを始めたきっかけは。はい、玉川村には滞在型スポットが少なかったことから、話題性のある場所を作り、多くの皆さんに来ていただきたいという思いから、このイベントを始めました。さあ、それではこちらもですね、一緒にお願いします。はい、夜にタイムスリープ。さあ、どうでしょうか。夜の方がやっぱ綺麗ですね。綺麗ですよね。カラフルなランタンには花柄の模様があしらわれていまして、和の雰囲気も素敵ですよね。浴衣との相性もバッチリです。このイベントは2年前にスタートしましたが、 SNS 映えすると瞬く間に人気になったそうなんです。佐藤さん、かなりの反響があったということですが。はい、そうなんです。カラフルなランタンが350個ほど点灯されるイベントは全国的にも珍しい取り組みだと思います。開始直後から次々に SNS への投稿があり、インスタグラムキャンペーンでは500件近い応募をいただきました。私たちも大きな反響に大変驚いています。はい、そしてですね、今年はなんと SNS 映えスポットを作ったということなんです。それがこちらです。いかがでしょうか。では佐藤さん、写真撮影をお願いします。はい、ポーズ。はい、いかがでしょうか。さあ、そしてですね、夜に撮影するとこちらです。昨日の夜撮ったものなんですけれども、日野さん、どうですか。いや、畑谷さん、綺麗ですけど、ちょっとピントずれてないですか。大丈夫ですか、これ。でもすごい映えますね、畑谷さん。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫、映えますね。ありがとうございます、うん、ちょっと1万いいねくらいはもらえるかな。はい、ありがとうございます。厳しいかな。そしてこちらにはですね、観光物産協会の皆さんにも来ていただきました。今度の土曜日にはですね、おしゃれな人物ことが集まるマルシェオツナヨイチが開催され、会場がお祭りムード一色になるということなんです。こちらはですね、県内から22の店が出店しまして、自慢のグルメやハンドメイド雑貨、それに可愛らしい多肉植物やメダカなど、個性豊かな商品が販売されるということです。またですね、子供から大人まで楽しめるイベントも今度の土曜日からスタートするんですよね。はい、そうなんです。
落辻ヶ滝では昔松尾芭蕉が俳句を読み実は忍者だったという説もあることから忍者芭蕉からの挑戦状という謎解きにチャレンジすることができます。クリアした方には抽選で玉川村に関連したプレゼントをご用意しておりますのでお誘い合わせの上ぜひご来場ください。はい、このランタンとライトアップのイベントは今月20日まで楽しむことができます。まだまだ暑い日が続きます。ぜひ涼しさを感じられる玉川村のお辻ヶ滝に足を運んでみてはいかがでしょうか。以上中継でお伝えしました。いや知らないことだらけで、はい、夏のもうここ観光スポットの一つになっていきそうですね。なんか本当にいろいろな仕掛けがありましたよね、うんうん。まあ、なんといっても滝ですから目で見て音で聞いて、うん、あとは涼しく水を感じて、うん、ぜひこの暑い日にぴったりのイベントとなりそうです、うん。